愛媛は結構栄えてますね。ビルがいっぱいある。ロープウェイで下まで降ります。いやこれはええな。あんまり怖ないわ。シートベルトとかないねんな意外と。でも下は落としたりしても大丈夫なようになってますね。今ちょうど紅葉の景色で、紅葉のシーズンでええ感じですね。これから愛媛から兵庫県神戸までヒッチハイクするんですけど、だいたいさっき調べたら3時間半から4時間くらいかな。250キロくらいかな多分。でもあんまり愛媛からその大阪とか行くヒッチハイクのなんか前例がなくて、なんか東京大阪間とか大阪東京間っていうのは結構みんなブログとかでも書いてくれてんねんけど、どっからやったらええんやろうなと思って。肉が食いたい気分はいいね。ランチメニューはお得です。ホルモンランチ。はい、ありがとうございます。昼から豪華ですね。サーブのステーキ、5時1分ですね。結局バス停から1時間半くらい歩いて、松山インターの乗るちょっと前くらいに歩いてきましたね。多分この道まっすぐ行く人は松山インター乗る人多いと思うから、ワンチャン乗せてもらえそうですね。9時くらいまでは神戸に着きたいです。頑張ります。暗くなるのが早いっすね。くそ寒いっすわ。久々に、あ、これ1週間前にお姉ちゃんにもらったカイロ切り札を切ろうかなと思います。こういうカイロは持つんじゃなくて首に入れるのが一番気持ちいいっていうのを野球やってる時に学んだ。これで耐えれるはずや。
かなか止まってくれないですね。ちょっと洋食を食べて作戦会議です。このバスに乗れたらどれだけ楽なことか。腹も満たしたので後半戦ヒッチハイク頑張ろうかなと思います。いやー、もう何回もクソ寒い時はバスに乗ろうかなとか電車で移動しようかなって思うねんけど、今までヒッチハイク乗っけてくれた人に沖縄までヒッチハイクで行きますねっていうこと言ってるんで、もう半分維持でやっております。昔は片足20回できたんやけどな、だいぶへぼなっとるわ。石鎚山インターまで乗っけてもらいました。ありがとうございます。現在8時20分ですね。ヒッチハイクを始めてから3時間半くらい経っております。やっとインターチェンジまで来ることが、サービスエリアまで来ることができました。今日中に神戸に着くんでしょうか。頑張ります。どこまで行かれるんですか？家は、ね、大阪なんですけど。あ、そうなんですか、はい、家が神戸ってことですか？家は大阪なんですね、はい、ただ神戸で靴磨きしたくて、実は、はい、明日神戸で、ほんまは今日の夜やりたかったんですけど、はい、友達が神戸で、はい、泊めてくれるって言ったんで。愛媛から三宮まで送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。お疲れ様でした。カレーにはうるさいで、このレースでびっくりするぐらい出遅れるんです。北三ブラックが、北三ブラック完璧に致命傷、逃げの馬でしょ、逃げの馬でしょ、ガーン出遅れてどうなったか見てください。今まで食べたカレーで37番目にうまい。